はい、キットビーでございます。今週の南畑物語は、8月の17日に収録されたものでございます。当時は中之島公園の河川敷、河川が利用できる状態だったんですけれども、この後全面的に、しばらくの間遊泳と川遊びが禁止になっておりますので、現在は利用できない状態になっております。収録日の時はご利用できたんですけれども、その後ご利用できなくなっておるということをご了承いただいてお聞きいただければと思っております。キッドゥーピーでした。この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。よよよよこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、もう大変ですね。ね、いや暑いですね。暑い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 よ。もう溶ける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 。いやすごいですよ、この暑さは。やばいっすね。ちょうどね、あの放送あれでもお盆はもう過ぎた感じで、はい、中川市内はもう学校も始まりましたからね。そうですね。通常の夏になりましたけど、まだまだ暑い暑いね。暑い。ここでも南畑はまだ涼しい方とはいえ、いやでもやっぱり暑いですね。なんかちょっともう日差しが痛いですもんね。痛い。なんか遠くから聞こえてきてるのか聞こえてきてないのかわからないですけど、なんか向こうの方からね、ガヤが飛んできてますけど。いやー、うん、後でじっくり語ってもらいます。そうかそうか。そうですね。変わってもらいましょう。え、ああもう登場するの。まだいいよ、まだいいよ、まだいい、まだいい。もう後でたっぷり、もうここ何日間かのここ中之島公園の様子はね、後でたっぷりと。はるはるとチッフィーはどうだったんですか、ここ最近は。私からですか。ここ最近はもう暑くてへばってました。へばってたの。へばってますね。チッフィーは暑いのが苦手なんですよ。暑いのが苦手。は暑いのが苦手らしくて。そうなんだ。あの朝溶けてる時がたまにありますね。まあでもだんだん復活してきて。どっちかって寒い方が得意なの。寒い方がいいですね。寒い方がいい。着ればいいんで。着ればいいのか。ぐるぐる巻きマフラーとかしてこう。マジで。そっか、もう暑い時はもうね、これ以上脱げないもんね。もう無理なんで。まあそう、だからあとはもう水に浸かるしかないもんね。水とか氷にへばりつくしかない。そっか、もうあれ南畑ライフが始まったんですか。まだですね。あ、まだか。来月から。あ、来月から。来月か。それは楽しみだな。ワクワクです。そうですね、あっという間に。何もまだ準備してないんですけど。まあどうにかなるさ。どうにかなるさ。そうですね、来週ぐらいから頑張ります。じゃあまあ溶けないように頑張りましょうね。頑張りましょう。住みつけのお二人はこの1週間どうだったんですか。そうですね、お盆、まあ、家族でみんなで集まって、あ、なるほど。あのそうですね、あの送りに行くですかね。ああ、送り火、迎え火、送り火、ね、お先祖様を送りに行ってきました、はいはい、みんなで。あら、久しぶりにみんな集まってワイワイやった感じでした。お、あ、蜜を蜜を避けて。避けて。まあそれはまあそうで、もうあえて言わなくても、それはもうそうなんですけど。そうですね、私はもう、はい、今日13、14号ここにいたので、お盆っていう感じはないんですけど。なるほど、お仕事されてたんですね。はい、仕事してました。なんかお盆期間中もこう来客あるもんなんですか、住みつけさんは。今回はですね、ちょっとあの車の渋滞とあって、なかなか、でも1名、あ、約、1名いらっしゃいましたけどね、相談がですね。はい、なるほど。ぼちぼちとまたこれから始まるかなと思って、お盆も明けてですね。はい、皆さんお待ちしております。お待ちしております。そうですよ、まあ、まあちょっと後で話しますけど、もうこうしてるうちにもう続々とね、こう車が。そうです。後ろのあの、うわ、奥の駐車場まで満車になってきましたね。さっき他20分前ぐらい来た時はまだね、奥までは待ってなかったですけどね。この20分が山でしたね。ああすごい。ということで、もう、まあ、早速この中之島公園の近況をですね、はい、今日はスペシャルゲスト寺井さんに来ていただいて、はい、いろいろ聞いていきたいと思うんで、ちょっと一旦じゃああれしますね、はい、あれしますね、テラフィーです。テラフィー登場はこの
CM 明けで、CM 明けでお願いします。ということでですね、さっきからちょっと匂わせてますけど、これすごいでしょ最近南畑公園の、ね、すごいでしょ、あ、すごいでしょさんがいらっしゃいました。すごいでしょです。あ、寺井さんでございます。あ、よっ、あ、寺井です。ちょっと先週お休みされてたんですね。あ、そうですね、1週間ぶりなんで、なんかすごいお久しぶりな感じでいや本当これあれ、あのなんだっけ、はい、そこの川の、はい、川遊びがいつ、ね、いつ解禁になったんですか。川遊びが、ね、そうなんですよ、あのずっとあの水量が多くてですね、ダムの放流で、ね、はい、ダムの放流の放水量もちょっと多かったんで、はいはいはい、ちょっと危ないからということで、ずっともういつからかな、いつから開けてないかな、もう7月の終わりぐらいかな、7月、もっと前、いや、もうもっと前からですね、わからないぐらい、もうわからもう忘れるぐらい、ずっと川で遊べなかったですね。ゴールデンウィーク明けて、はいはいはい、ゴールデンウィークとかそれこそあのコロナの影響でちょっと、うんうんうん、まあ、閉鎖してた時はあったんですけど、ね、それからもうそのまま引き続きですね、うん、一応まあ解除しようとはしてたタイミングからもずっと水量がなかなか減らずにですね、安全のためにずっとあの利用制限ずっと引き続きしてたんですけども、うん、もう夏ね、梅雨明けてもなかなか水量減らずで、ずっともうなんかせっかくね来てくださってる方にも、もうすいません今日入れないんですっていうのを毎日毎日言い続けて、でようやくあの明けたのがあの8月の14日ですね。お盆真っ最中、はい、お盆真っ最中の時にもう開けましょうと、開けましょう、はい、もう水の量も確認して、はい、念願の開けましょうともう発信した途端に、すごいお客様の量が、ドワーっと、ね、はい、すごいですね、すごかったです、はい、はあ、もう一瞬で駐車場が埋まっちゃう感じでしたね。すごいな、はあ、たくさんの方がいらっしゃってくれました。やっぱあれですか、なんか今泳ぐところってあんまないんですかね、うん、ないんですかね、あの、プールとかがちょっと閉まってる、閉まってたりするんですかね、うん、そういうのもあるし、あと夏休みが今年は短いっていうのもあって、もうこの、ね、日を逃したらもう休みなくなっちゃうからっていうので来られるお客様が多いみたいで、やっぱりもう本当家族連れですね、ほとんどのお客様がもういらっしゃってって形で、もうちょっとね近隣の方にはね結構渋滞が続いた時間帯もあったりとかして、ね、はいはい、ご迷惑をおかけしたんですけども、まあ、なんとか無事にお盆は乗り越えたなっていう感じですね。なるほど、はい、じゃあどんな様子だったかっていうのをですね、うんうん、あのアズアズが撮ってきてくれてるんですよ。そうでした、そうでした。あ、これコーナータイトル言わなきゃいけなかったよ。じゃあ久しぶりですねこのコーナーね、はい、じゃあお願いします。サウンズオブ南畑、はい、はい、ということで今日はあずあずどこで何を撮ってきてくれたんですか。ちょうどあの、はい、寺井姉さんが言ってくれた、寺井姉さんが言ってくれた、はい、あの中之島公園の川の様子ですね。なるほど、皆さん多くの方が来られた、はいはい、このざわざわしてる様子をじゃあちょっと聞いてみますね。はい、お願いします。ワイワイ言ってる。これやっぱお子さんの声がよく聞こえますけど。そうなんですね。あの結構ですね、うん、もう小っちゃいお子さんがたくさんいらっしゃって、もうあの、うん、もう駐車場から水着と浮き輪を持って走りかけている方が多くいらっしゃってですね。来られてますもんね。多かったですね。もうさっきもそう、もう本当水着、子供たち全員水着で来てる。そうそうそう。ですごいもうキャッキャキャッキャ言う、あのもうここ川じゃなくて海のような感じですね。私あの違う中之島海かなと思うぐらい。そうですね。すごかったです。はい。中之島浜ですね。そうですそうです。皆さん、ね、楽しそうにやっとね、やっぱり暑い夏ですので川の水が冷たくて多分気持ちいい感じで。やっぱ川の水冷たいんですか。冷たいですよね。水は冷たいですね、うん、いや最初冷たいけどだんだん慣れてきますね、水には、うんうん、やっぱ川はこう海と違ってサラサラしてるから、ね、そうですね、ベタベタしてないからですね、うん、上がった後もね爽やかですね、うん、そうです。結構皆さん長い時間滞在されるんですか。そうですね、やっぱでもちょっと本当はあの
まあ、皆さんにね、たくさんの方に利用していただきたいので、なるべく、まあ、あの短めにというか、そうですね、あので次のお客様のためにちょっと、あの早めに、あの駐車場を開けていただきたいなっていうのはあるんですけど、やっぱり、まあ、朝一から来られたら、まあ、お昼過ぎぐらいまでは楽しんで帰られてる方が多いですね。中には夕方近くまでね、いらっしゃった方もいるみたいで、ね、はい、何が人気なんですか、こう。何が人気、うん、川ですね。川、まあ、その川、他になんか時間過ごす方法ってあるんですか。あとはそうですね、でも基本的にも川遊びメインで来られてるのと、うん、あと、まあ、あの木漏れ日広場の中を散策して、まあ、虫取りされてるお子さんとか多いですね、うんうん、まあ、普通に、まあ、セミだったり、まあ、バッタとか、うん、まあ、その辺飛んでる蝶々を捕まえてみたりとか、うん、そういう方もいらっしゃいますね。虫かごも持って、網とか持って、うんうん、来られてますね。うん、もう自然を楽しみに来てるっていう形ですね。そうですね、うん、まあ、今日はもう平日になってるんでね、さっき言ったように中川市内はもうお休み終わっちゃって、うん、今日から始まってるから、春日の方とか、まあ、まだあと1週間ぐらいあるというお話ですね。岡市内とかもね、だから結構外からもたくさんお客さんが来てるんだろうなと思って。まだまだ今日も家族連れ、お盆明けましたけど、うん、多いですね、うん、いや、はるはるどうよ。いや本当南畑がいろんな人に愛されて、うん、もう皆さん本当楽しみ待って待って、でやっと来れるっていうのが爆発した状況。そうですね、まあ、でなるべく皆さん気をつけていただいてですね、うん、あの交通安全とか、あの水難事故ないように、うん、あのみんなでね、あの目を配り合ってね、そうですね、コロナ対策もしっかりして、はい、楽しんで思い出を作って帰っていただければなと僕は思います。僕は思うよね。もう儲かって儲かってしょうがないでしょう、これ。いや、それがそうでもなくて。そうでもない。そうでもないんですか。まあまあね、まあでもそれは今後の課題かなって言ったところですけど。で、ね、で、あの結構やっぱあのお電話でもお問い合わせ、来たりとか、まあ来られた方にもいろいろあの質問に答えたりとかするんですけど、うん、でもどちらからあのお見えですかっていう話もちょっと聞いたりするんですけど、ただ結構ですね、やっぱ中川市内という、まあ、中川市内の人もまあいるとは思うんですけど、うん、あの来られている方のほとんどが福岡市内だったりとか、うん、あと、まあ、春日、あと大野城とか、うんうん、まあ、近隣の他の市外の方っていうのが多いですね、うん、で昨日一件受けたのが、あの、まあ、その駐車場空いてますかっていう話とかもちょっと、まあ、問い合わせできたりするんですけど、うん、その中であのびっくりしたのが、あの桃地から来ようとしてるっていう方がいらっしゃって、あの川遊びで検索したら、あの中之島公園が引っかかったのでっていうので。そうですよね、うん、まあ、桃地からでも都市高乗っちゃえば本当すぐですもんね。都市高乗ればね、のためで降りてもらってまっすぐで来れるんですけど、海が近いのになぜ川にっていうちょっと疑問はありましたけど。いやー、そうね、うん、そうね、あ、クラゲ出るか、そっか、あ、もう、うんうん、そうそうそうよ、そうですよ、お盆過ぎたらね、うんうんうん、そうそうそう、まあ、チフィーは川遊びしたの？川遊びしますね、あの海より川派です。海より川派、うん、こっちに来てした？まだこっち来てはしてないですね、うんうん、そう、今から行こう、ね、俺も今日サンダルで来たんだ。泳いで帰るんですか？そう、もう、もう全然今日なんかオフスタイルだ。私もサンダルで来ればよかった。そうね、うん、大人でも楽しめるもんね。うん、そうですよね、ちょっとピチャピチャってするだけで気持ちいいですね。そう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 、うん、ちゃんとタオル持ってたし。プライベートリバーに。あ、そう、あ、そうや。プライベートリバー。うん、うん、そう、寺井先生、うん、家の前がね、川なんですよ。うん、羨ましいです。羨ましい、羨ましい。声が入ってないよ。声が入ってないよ。うち家の前があの川が流れてるんで、うん、そう、あの中之島公園のね、まあ、密って言ったらあれですけど、まあ、たくさんのね、結構多いからね、にぎわってるあの余韻をこうあの頭に残しつつ。家の前のね、あのひっそりとしたプライベートリバーに足をつけて、はい、あの一日のね、あの熱、疲れと
熱をこう冷ますっていうことをしてますけど、うんうん、いいですね。もうそういう時にやっぱあここ来てよかったなって思いますね。ここに暮らし始めてよかったなって。そうですよね、自然最高って、まあ、厳しさもねもちろんあるんですけど、危険な時もあるけど、やっぱこういう時にあここ来てよかったな、癒されるって思いますね。うん、いいですね。ぜひぜひ皆さん癒されに、ね、夏も、まあ、冬も冬もお越しください。そうです。夏はこんだけ来るからね、うん、冬も来てほしいよね。そうそうそう、結構ね本当もう季節ね、1年通してもうそれぞれいいんですよね。もう春夏秋冬でも梅雨もね、雨が降ってても結構ねなんかこうなんだろう、逆になんかこうキラキラしてるとかしっとりなんかこう潤ってる感じ、山とかが、山とかその木々とかが、そういうのもねすごくあのいいねって言ってくださる方も多くって、すごい綺麗だなと思いました。そうそうそう、そんなことを思いながら歌詞とか考えてるんですか、うん、歌の歌詞とか考えてるんですか。あ、そうそうそう歌の歌詞ね突然そっちの話になるけど、ね、そうそう、今ふと思い出しちゃって、そう最近あの南畑をテーマにした曲を一曲したためてしまいまして。ですよね、この間だから感情が溢れちゃって、あのオンラインライブで ご披露されてましたよね。はい、プライベートですけど、あれまだ聞ける、もう聞けなくなっちゃった、まだ聞けるんじゃないかな、はい、ちょっと聞いてもらいましょうよ。なんかこうあの URL 貼っときますんで、このあの概要欄に。うわめっちゃいいですよ、めっちゃいい、あの曲は。あのまだまだね、完成度が低いですけど、あれがもう今からまた少しこうブラッシュアップされていくんですか。できたらいいかなと思って、ちょっと音源にしてくださいよ、はあ、ちゃんと音源にして、で、はるはるにあの、はあ、PV を撮ってもらおうかなと思って。南畑で、ね、番組のエンディング曲とかにさせてくださいよ。いいですか。おー、いいかも。なんかでこうちょっとしっとりした感じの、まあ、オープニングっていうよりはちょっとなんかエンディングな感じがいいな。ありがとうございます。そうなんですよ、はあ、いくらギャラもらえるんですか。季節のお野菜を1本ずつ毎回常にいただいてますけど、1回再生させて、あ、じゃあのコーヒー豆を月に1回。ありがたいです。はい、すげえ。これでもはるはるもね、はい、あ、はるはるはあれなのか違うのか、はい何のことですか。 あっちはあっちで、まあ、そういずれ再開した時にはね、やっぱりこうテーマソングにしたいなと思ってますので。でもテーマソングしてる番組ありますよね。そうよ、あのパッツアップ、エキセン、ああそう、あ、はは、あの人のね、うん、あの人の方ね、あ、それあの世を忍ぶ方でしたね。世を忍ぶ何の話だ。世を忍ぶ感じのね。いや、ちょっとよくわかんないちょっとよくわかんない。なんかこの番組も、この番組もずっと曲変わってないんですよ、全然。あ、そうですよね。まあ、うん、いいですけどね、あの子供たちの声も。子供たちのやつも素敵ですけど、まあ。なんかアレンジしながらちょっとね、うん、ちょっと雰囲気、エンディングの曲とかね、衣替えも、うんうん、していきたいなと思いますよ。ほう。ほう。だから、まあ、まずは、あの、南畑の曲を。あら、完成の後には、はい、もしよろしければこう使わせていただいて、はい、ありがとうございます。楽しみ。みんなで合唱したいと思います。ああ、いいかも。合唱できるかな。できますね、うん、多分、はい、そうですよね。いいんじゃないですか。いいと思います。はい、あのユーミンが作った高校の校歌もありますから。へえ、だから南、ね、その歌が南畑小学校のなんかこう、うん、小学校歌になったりすればいいんじゃないかなって何の、すみません、何の考えもなくどんどん喋ってます今日ラフですね。ラフですね、今日は特にサンダルだしね、雑談のコーナーなんで今日はでもあれでも後半は今週の寺井もちゃんとあ、これ今今週の寺井じゃないですか。違います、これは違います。これはあの、うん、中之島大変だのコーナーです。ああ大変だ、大変だのコーナーですね。はい、大変だ、ああ大変だのコーナーはじゃあここら辺で終わりまして、ありがとうございます。後半南畑のコーナーに、あの寺井のコーナーに行きたいと思います。はい、じゃあ皆さんお待ちかねの今週の寺井に行きましょう。お願いします。今週の寺井。あ、僕にはあの BGM が聞こえております。はい、ほのぼのとした、はい、じゃあお願いします、はい。
あ、はい。なんかさっき言ったような気がするんですけどね。まだお野菜のことは言ってない。あ、野菜のことは言ってないですね。はい、中之島公園のテラフィーです。はい、まあそうですね、まあ今の中之島公園の状況としてはもう先ほど申し上げた通り、あの川遊び解禁に伴い、あのたくさんの方いらっしゃってまして、ちょっとまあ駐車場がですねすぐいっぱいになっちゃうっていうので、あのご迷惑をおかけしてるんですけども、まあ川遊びだけじゃなくてですね、あの新鮮なお野菜、あの近くで採れたね農家さんが持ってきてくださる新鮮なお野菜がたくさんもう毎日毎日入荷してますので、ぜひそちらも買って帰っていただきたいなと思います、はい、前からず夏野菜品揃えいい時期ですね、はい、なんか緑がいっぱいですよね今。にゃにゃにゃってなんかにゃにゃにゃ夏野菜はそう、にゃつ野菜がですね、たくさんもうもりもり入ってますね、はい、まあ、種類としてはもうゴーヤとかキュウリ、ピーマン、ししとうですね。あとなんか変わり種で私ちょっとこうピックアップしたいなと思ってるのが、あのちょっと変わり、あのかぼちゃなんですけど、普通のあのなんだろう、皮があの緑色というか濃い緑のかぼちゃじゃなくって、あのなんだろう、オレンジ色っていうかな、黄色みたいな、黄色みたいな、オレンジ色みたいな、しましまがるような感じ、なんだろう、なんかちょっと違う、ちょっとこうゴツゴツした、形もちょっと可愛らしい形のかぼちゃがあって、あのコリンキーっていう名前で出てます。コリンキー、コリンキー、コリンキー、コリンキーって聞いたことある、なんか、はい、これがですね、サラダかぼちゃらしくって、あの生で食べられるかぼちゃらしいんですよ。あ、そうなんだ、うん、そうそう、美味しいですよ。あのそれ、あの、まあ、あのその出荷してくださる農家さんに直接、あのこれどうやって食べたらいいですかっていうのをお尋ねしたら、あの、まあ、ちょっと薄くスライスというか、あの、要はあの、なんだろう、人参しりしりみたいな感じの、ちょっとこう薄めにね刻んで、食べやすい大きさに切って、あのドレッシング、ドレッシングで和えるだけで美味しいよって、でちょっとしなっとするんですよね。生で食べるの嬉しいですね。生で、ただね、もりもり、もうちょっとこうしなっとするんで、たくさん食べれます。なるほど、美味しいです。ぜひぜひ見つけたらゲットしてみてください。はい、はい、あ、そう、ゴーヤもね、あの普通の緑色のゴーヤと合わせて白いゴーヤもありますね。白いゴーヤは、あのその緑色に比べてちょっと苦味が少ないらしくって、食べやすいそうですよ。うん、そうそう、何が少ない、苦味が少ない、はい、白だから、そうなんで、ちょっと苦手だなっていう人も白いゴーヤから食べてみるのもいいかもですね。なるほど、お子さんとかもね、なるほど、お子さんに食べやすいかもしれないですね、美味しいと思います。彩りもね、あのいろいろなんかそのゴーヤとキュウリとか合わせたりとかしてもね、白と緑でコントラストで、爽やかになるんじゃないでしょうか。そんなとこですかね。なんでゴーヤなのに白いんですか。出た。ゴーヤもいろいろありそうですよね。ねえ、白いゴーヤ、なんでゴーヤって苦いんですか。苦い、なんででしょうね。なんでだろう、なんでですか、わざわざ。苦手やもん、知らん知らん。苦手なの？あれ、あの苦いやん。いやいや、その苦い。ゴーヤ苦いのがなんかすごい体に良さそうではありますよね。食べないの？ゴーヤ食べないの？だって苦いから食べないよ。あれ？いやいや、なんか苦いから食べないよみたいな。苦いから食べないよ。大陸の人みたいになってるけど。えー？でもなんかほら、調べたら食べれちゃいそうじゃない？食べれちゃいそうじゃない？かな。昔なんかゴーヤについて調べたことはあったんですけど、ほうほう、でもあずあずにはかなわないかな。ちょっとこうゴーヤをじゃああんまり食べれない、苦手なあずあずの目から見たゴーヤの魅力を、そうですね、食べやすいの探そうかな、なんか待ってましたみたいな顔で受け止めてるじゃないですか。今日はもうゆっくりオフのはずでぼーっと切れたんで。今日はオフですけどね。そうですね、今日はオフです。そろそろ活動しないと、ね、活動、まあ、野菜全般いろいろ種類はあるでしょうけどね。あの、やっぱほら、ゴーヤったら沖縄のイメージもありますでしょ。そうですね、なんかゴーヤの料理とかさ、はい、はい、じゃあなんならこれつまみながら、あ、いいですね。
いいですね。あ、料理まで共有。川蝉の里にあの、うん、ゴーヤのね、あのお漬物、あ、お漬物ありますよね、うん、見ました見ました。してる方もいらっしゃいますし、いろんなね食べ方がありそうです、ね、生で食べるパターンと、うんうん、火を通す、うんうん、炒めたりね、うん、炒めたりとかチャンプルーとかありますよね。そうね、うん、佃煮の人もね、佃煮作られる方もいますよ ね、ゴーヤで、うん、でもやっぱなんかこうゴーヤって夏バテしないとか、そうそう、言いますね、それは。なんで夏バテしないんですか、ゴーヤ食べると。知らない知らない知らない、それはちょっと調べないと。もう嫌いなのは調べて。ゴーヤってなんか珍しい名前だけど、なんでゴーヤって言うんですか。うんうんうん、なんかどんどん出てくる。本当にもう緑色に何か苦味の秘密があるんですか。あるのかな、知らないよ。そうですね、白はちょっと苦味が少ないっていう、ね、どんどんなんかさ、な、調べる内容、あのイボイボには何の意味があるんですか。イボイボには あれなんかこうありそうですよ、絶対なんか、うん、もうなんかちっちゃい子がさ、何々って言ってる感じよね。そう、なんかピーマンもつるっとしてるしさ、きゅうりもね、ちょっとザラッとしてるんだけど、ね、このうねうねはなかなかない、すごい、なんか気持ち悪いよね、あのうねうねね。そう、でもなんかそう、確かにこうやって、うん、正直別にうまくな、うん、ない、苦いんですよ。そうそうそう、単なる苦いやつなんですけど、苦売りっていうぐらいですかね。今でもなんかさ、こう想像したら食べたくなっちゃう、ね、食べたくなっちゃう。本当に、うんうん、いやいや、無理無理、ね、いやいやいや、私にはそんなのはない。あすあす他に好き嫌いってなんかあるんですか。あのね、辛いのダメ、唐辛子ダメ。あ、そうですか。苦いのもダメ。苦いのも、他に苦いの何がダメなの。何がある。ピーマンとか食べる。ピーマンは食べる、苦くないもあれば。 あれは臭く、あ、ピーマンの苦くないと、ピーマンは、まあ、確かに親の方が苦味は強いけど、そう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 、でも近い苦味じゃないですかね。いや違うと思う。ゴーヤとピーマン同じタイミングで食べれるようになります。なんで大人になった克服のタイミング。いつか覚えてないですけど、なんか苦いから嫌いって思ってたけど、うん、なんかある日、お、食べれるな、まだそこまで行ってない私は。ピーマンに出会ったんですかね。きっと美味しいのがあったんでしょうね。ゴーヤが先かもしれない。ゴーヤチャンプル苦手で、でもなんか沖縄料理屋さんかなんか食べたら、うん、美味しい。やっぱちゃんと、なんだろう、本場の人というか、本場のは違うんかな、うん、美味しく調理してくれる人に出会ったら食べれるとかあるかもですね。なんか一時期週1ぐらいでゴーヤチャンプル作ってた。めっちゃハマってるじゃん。すごいヘビーですよね、もうそれは絶対。楽勝、なんか簡単じゃないですか、うんうん、ゴーヤチャンプル。うんうん、そうね、もう、うん、全部ね、もう混ぜ食って、もうね、炒めまくればいいんですよね。そうですそうです。10分ぐらいでできるから、もう卵で絡めまくればいいんですよね。うちの家、私がね、嫌いだから出ないんですよね。こんなゴーヤ好きならさ、チーフィーもなんか調べてきてちゃう。そうだね、うん、あ、なんか美味しい料理方法聞きたい。うん、うんうん、私はゴーヤについて調べるから、料理方法は分かんないから、ね、好きなチーフィーから見たゴーヤ、うんうん、そうで、大嫌いなアズアズから見たゴーヤ。あー、いいですね。その対決見たいですか、聞きたいです。そっか、来週58回目ゴーヤスペシャルかと思ったら、もう70回目だな。全然違うじゃん。60回超えてたな。切りはいいんですけど、70回目でしたね。この前60回超えてたもんね。そう、今日が69回目でした。じゃあ70回記念スペシャル、ゴーヤね、ゴーヤについて語るのが58回目かなと思って今見たらね、もう来週70回目でしたけど。でもいや、なんかね、あのほら、やっぱ子供の頃にピーマンとかってやっぱ苦手じゃない、うんうん、とかね、まあ、多いですよね。あれは子供ってやっぱり味覚がすごい繊細で、すごい強く感じる。大人になるとそれがちょっとやっぱりこう、まあその感じなくなる、逆に鈍くなって、でそれが美味しさになるっていうなんか話を聞いたことあります。まだ苦い。まだ子供ってまだ子供のままで味覚が子供ってことだよね。それこそビールと合いますよね。そうそうなの。あの苦味が、ね、ゴーヤをちょっと揚げた、あのほらゴーヤチップス的なやつ、あ、聞いたことある。なんかパリッパリに揚げるやつあるね。聞いたこと、うんうん、市販のやつもあるし、なんかね、うん、ご家庭で揚げる方もいらっしゃいます。油との、ね、相性もいいですよね。ちょっと食べたくなってきた。よし、じゃあちょっとゴーヤ今日もありますよ。あ、うん、買って帰ろう。ぜひどうぞ。じゃあ来週チフィに学びます、はい、料理方法は。料理方法はね、はい、あとは調べます。秘密はあずあずお願いします、はい、ましということで、はい、来週のネタが決まりました。よかったよかった、めでたしめでたし、めでたし。ありがとうございました。今週の寺井のコーナーでした。めでたしめでたし。
い、しほちゃんどうでした？いやなんか、うん、久しぶりになんか寺井さんも戻ってきてやっぱ楽しかったですね。盛り上がりました ね。なんか今日まあ本当にラフな感じでしたけど、そうですね、まあ、たまにそういうのもいいかなと思いました。いい先週巻き巻きがいっぱい喋ってくる。そう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 あのフェイスブック誰が書いたの、あのね、喋ることないよって言いながら30分喋りっぱなしでした。グッジョブ、まさにそんな感じだったもんね。絶対マイク外さないぞみたいな巻き巻きあるあるですねあれは。はい、でもでそうね、お二人ね、特にチフィは初めていろんな話を聞けたと思うんで、うん、よかったですね。すごくいい勉強になりますね。また遊びに来てもらいましょう。そうですね、待ってますよ、まきまき、ありがとうございましたそれとあと俳句をそろそろやらないといけませんので、次の次ぐらいにちょっと予定しましょうかね、うん、9月、はい、もう秋ですからね。もう9月入っちゃうのかな。入ってる次の次入ってると思う。これ放送が20日放送なので、ああ9月3日放送分、ああ4日か、4日放送分ですね、うんうん、にはあのできたらちょっと俳句のコーナーも交えたいと思います。頑張ります。じゃあ来週兼題を披露できたらいいですね。そうですね、はい、準備してまいりましょう。はい、はい、ということで、うん、寺井さんもいろいろ現場大変ですけど頑張っていきましょうね。はい、いえいえいえ、はい、楽しんで、はい、頑張ってます、はいはい、お待ちしております。残暑も続きますけれども、お体は体調崩さないですね、はい、健康第一で乗り切りましょう。ゴーヤを食べて乗り切っていきましょう。そうです、そうです、はいはい、多分ということで、ね、体にいいはず、いいはずです、うん、来週はアズアズとチフィンのゴーヤスペシャルということで、はい、楽しみです、はい、できればゴーヤつまみながら、あ、そうですね、ノンアルコールビールでも持ってこようか。最高ですね、お願いしますそうしましょう、はい、じゃあ今週の南畑物語はワクワクしてきたこの辺でワクワクしながら終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。さようなら。